皆さんこんにちは、美容室アームの鎌田です。今日は水素を吸入して5日目になります。体の方もだいぶ楽になってきてます。それとこの間手が混乱して痛くなくなったけど、またちょっとぶり返してる感じします。あと手をここに上げた時にですね、前はこの筋肉が痛かったんですけど、今日はその痛みが少し減ってきてます。ただこっち側はまだ痛いですけども、そんな状況です。でやっぱり水素を吸入し始めると体が温まってくることがよくわかります。それと長い間同じ姿勢で座っていると腰がやめたんですけども、そのやめる度合いが少し良くなってきた気がします。また報告します。ありがとうございました。